内田彩 J カントリー。皆さんこんにちは、って言ってももうこんばんはかな、内田彩です。さあ今週も始まりました、内田彩 J カントリー。この番組は私内田彩が楽しいトークと素敵な音楽を KBS 京都から生放送でお送りする30分でございます。真っ暗ですね。もうこんばんはですね。来週からちゃんとこんばんはって言いますね。はい、ということで内田彩はですね、最近はライブライブライブということで、日曜日名古屋でねワンマンライブしてきたんですけれども、今週の土曜日はね京都でワンマンライブありますよ。ハロウィンのハロウィンランチライブがあるんですけれども、皆さんからもいろいろ名古屋ライブ楽しかったでというメッセージをねいただいてまして、ありがとうございます。この方ラジオネームひーちゃんさん、日曜日名古屋ワンマンライブお疲れ様でした。癒されました。心から笑いました。今まで以上にあやさんの歌が好きになりました。今まで以上にジョーさんのファンになりました。これからまだ京都大阪とライブ続きますが、美味しいものたくさん食べて頑張ってくださいね、ということでありがとうございますね。あのね、大爆笑だったんですよねライブがね。まあその元凶となって、元凶って言ったらあれですね、ジョーさんはこの後いらっしゃいますので、皆さん楽しみにしていてください。さあ今週も生放送でお送りしていますよ。今日のメッセージテーマはあなたの疲れ解消法でございます。あなたの疲れ解消法、はい、皆さんまあそれぞれね、心の疲れだとか体の疲れだとか、まあ、それぞれのね疲れ、こうやって自分なりに解消してますよというのをぜひぜひ皆さん教えてください。メールアドレスはaya@kbs.kyoto、 全部小文字で aya@kbs.kyoto。 ファックスは 075-431-2300 075-431-2300 番です。たくさんのメール、ファックスお待ちしております。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で3名様に、持ってるだけでラッキーになると言われております。続々とありがとう、プレゼント届いたよ、ラッキーになったよ、ありがとうというメッセージが届いているとか届いていないとかラッキーペニーキーホルダー、こちらをねプレゼントしておりますので、ぜひ皆様住所お名前お忘れのないように、これ忘れてる方多いのでね、書いて送ってきてください。さあさあこの後ついにお久しぶりにあの方ご登場でございます。それではこの後6時まで内田彩とお付き合いください。内田彩 J カントリー、この番組はセブンティーセブンブラックウォーターの南洋ホールディングス株式会社の提供でお送りします。内田彩セブンスアルバムミュージックボックス、 J カントリーの歌姫内田彩がアメリカブランソンのミュージシャンたちと作り上げた珠玉の一枚、ミュージックボックス。心と耳に馴染む歌声とハーモニー、そしてどこか懐かしいメロディーライン、ハートフルなサウンドであなたの心のオルゴールを奏でます。内田彩セブンスアルバムミュージックボックス、詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトにて。改めましてこんにちは、内田彩です。さあ皆様お待たせいたしました、この方が今週からお見えになっておりますよ。私のプロデューサーでありギタリストのジョー山中さんでございます。ギタリストのジョー山中です。どうも。ナモいやいや、ナモはね名古屋弁でございますけれどもね覚えてきたこの間、はい、そうですね、はい、ジョーさんもアメリカからいらっしゃってもう1週間ぐらい経ちましたね。ね、あギリギリか、まだ経ったか経ってないかぐらいですね。5日目ぐらいですね。そうですね、はい、それぐらいですね、はい。まあ、やっぱりこうアメリカと日本を行き来したはったら疲れますよね、うん、時差ボケとか、まあまあ、肉体的な疲れですね、うん、それはね結構ありますけれどもね、はいはい、ジョーさんはその疲れの解消法どんな感じで。肉体的な疲れで、まあ、誰でもそう、ね、あのまあ、運動したとか仕事しすぎとか、うん、新婚さんとか、まあ、いろいろ肉体的な疲れは、はい、もうあのユンケルでも飲んで寝るしかないでしょう。そうしたらもう治りますね。だけど心の、ね、疲れ、精神的な疲れあるでしょ。あ
そっちね、そっちの方が難しいんですよ。確かに、まあ、家庭内のねいざこざとか上司とお前が出かんとか、いろいろありますよね、日常 ね、あの嫁と中途のあれとか子供がいろんな例が出てきます。もういいですよ、もういいですよ、もういいですよ自分の話になってきたら大変なもん、はいはい、そういうような疲れの時は、はい、これは大変なんですよ。そうです、ね、逆にちょっと動くとかね、あ、もう休まずに、ね、寝込んだら余計悪くなりますから、うつ病になります。ずっとそっちのこと考えちゃったり、はい、もう逆にそういう変な方に行きますから、うん、ちょっと動いたりしたり、うんうんうん、あと一番いいのはね、はい、あの内田彩のね、はい、ライブに行くことやねそっちですか。もうこれ行くとですねあの僕はもうあの保証しますね、保証しますね。そう、もうあのうつ病も、もう精神的な心の病も何もかも、もう癒していきます。もう2時間ほどですけどもね、あのそれで治ったという人もたくさんいますしね。でも本当にね、はい、あのこれは本当になんか歌あり涙あり癒されるというふうに皆さん大笑いして泣いて帰らはる感じですよね。泣き笑い、うん、泣き笑いなかなかね、それ感動もあるし、そうです ね、ありがたいですね、うん、ありがたい。それをおすすめします。だって今日ね、はい、あの私たちいつもやっぱスタジオ生ライブの前にね、はいはいはい、リハーサル一応音のチェックをね、はいはいはい、スタジオでするんですけども、あ、あれ寝てましたね、誰か。スタッフさんだいぶ寝てましたよね。あの俺のギターのね音色になんかあの、ね、聞き惚れてそうそう、あの向こう側の部屋で数人が寝ておられました。あコンサートやったら大変やね、コンサートで前の、ね、お客さんが寝られた、俺もギター弾きながら寝てしまう。今日俺あれ見ててね、僕も、ね、あのなんかリハしながらね、はい、半分寝、ね、ジョーさん寝るとどうするんですか。もうにやまり私読書になるじゃないですか。いやもう、ね、寝そうになったんですよ、指だけ動いてたんだけどすごい、それはすごい、それはすごいでしょ。さっきあの今日 ね、あのこの後滝さんの滝とのお疲れさんの方にもゲスト出演させていただくんですけれども、はい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 、あちらの方でもちょっとねリハーサルさせていただいたら、うん、その時もね、あのちょっとお菓子の差し入れを持っていったら滝さんたちがお菓子食べながら、ね、ね、ライブ鑑賞みたいな感じで癒されるなぁ言ってたって、寝てなかった。もうなんか皆さん寝るんですよね、おかしい。まあでもね、それぐらいに嬉しいですよね。俺も寝言なってくれ、そんな人の寝るの出たら、うん、ほんまに。いや後で演奏お願いしますね、はい、寝ずに寝といてね、はい、まあ、ラジオの向こう側の人寝張ってもいいですけどね。これわからないからこっちはね確認できないですからね、はい、というわけでですね、まあ、皆様からいろいろあなたの疲れ解消を来ておりますのでご紹介していきたいと思います。ミスタードルフィンさん、疲れ解消法はやはり入浴と睡眠かな。日曜の名古屋ドリームキューブライブ、あやちゃんお疲れ様でした。お昼食べてないって言いましたけど夜がっつり食べられましたか。と、食べましたね。それは食べるでしょうね何食べて忘れたけど。え、もう忘れたんですか。あ、なんか食べたな。イタリアン行きましたね。あ、そう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 、はい、覚えててくださいね、はい、あ、この方はあの大阪ライブ行きますよというふうに。 ありがとうございます。入浴と睡眠をね、はい、まあまあそこ基本ですね。私も言っても体の疲れ、ね、入浴と睡眠。あ、僕は睡眠ですね。睡眠ですね。入浴はあんまりしないですけどね、僕は。上手早いですもんね。シャワーですよ。シャワーで洗いもゴシゴシゴシ。この前1分で入れるかとか挑戦してはりませんでした。入浴じゃなしにシャワーでバッと洗う。そう、シャワーで。こうで。なんかアメリカで言ったはずじゃないですか、はい、1分で出てこれるかとか言って。そうそう、昔仕事してる時、ホテルの仕事してる時1分で飯食って1分であの風呂入れ言われましたから。へー、絶対無理ですわ。泡立ってる最中でも。朝のホテルの仕事をしてた時にね。あ、はい、まあね、はい、東京で、はい、ラジオネームカルメラさん、疲れ解消法ストレッチ、つぼ押し。つぼ押しはゴルフのボールと。うん、どこするの。なるほどね、もう全身じゃないですか、いろいろゴルフボールで。結構あのゴルフボールやらテニスボールとかでね、こうギュッギュッて自分で指圧できるっていうのは。あ、そうなの。そうなんですよ、結構気持ちいいですよ、はいはい。ラジオにも月光のとこさん、私の疲れ解消法は第一にカラオケです。次にジョギングです。カラオケを大きな声で歌いまくるとすっきりします。あや、うん、さんの歌も歌えますよと。 ありがとうございます。嬉しいですね、はい、そうそう。でも私もね、はい、カラオケ歌って解消っていうのはすごくわかります、うん、ね、うん、これは何でしょう、心の疲れの方ですかね、どっちかというと。そうでしょうね、うん、はい、だけど聞いてる人は疲れる場合もあるので変な歌を一人でカラオケ行くことをおすすめいたします。普通の人は一人行ってください。ひどいな、はいはい、ラジオネーム、ジュック山森さん、あやちゃん、ジョーさん、こんばんは。こんばんは、今日から再びジョーさんの登場で火曜日楽しみです。ありがとうございます、疲れの解消法です、はい、私は銭湯に行き大きなお風呂やサウナに入りリラックスします。露天風呂に入っているというだけで心が和みます。ジョーさん、アメリカにもスーパー銭湯みたいな施設はあるんですか。ないですね、早い銭湯に僕あんま行かないですね、銭湯、はい、銭湯、そうなんです。私結構好きですよ、温泉とか。あんまり行かない、うん、あの温泉の元とかファンの方からいただいてるんですけど、もうめっちゃ入れて入りますもん、はいはい、温泉、頭の温泉作るし、なんか
え、ダメなんですよ、まあ、とにかくジョーさんシャワーなんですね、うん、私は普通にゆっくりゆっくり使って、まあ、集まってきたら逆に疲れるような気がしてはい、はい、もう次行きましょう、はい、ラジオネームブーニャンさん、体の疲れをお酒を飲んでぐっすり寝れば OK です。心の疲れはあのシャメ友に写真など送って遊んで癒されますと、うん、あと猫さんがはべってくれます、癒されスピードが速くなります。あ、いいですね、あの動物もね。 BGM はウッチーさんの歌ですよと。嬉しい、あ、嬉しい嬉しい、ね、動物は癒しですね、疲れも取れますね。ペットを飼えという人もいますね、血圧の高い人が。 あ、そうなんですね。血圧下がるらしいですよ少し。それはいいですね、うん。ラジオネームジーンさん、疲れ解消法は部屋でゴロゴロしながら音楽を聴いたりラジオを聴いたりすることかな。それからギターで好きな曲を弾いたりすることもそうですね、うん、それいいね。あ、この方もなんかあやちゃんの CD 聴くのも疲れ解消です言ってくれてはりますよ。ありがとうございます。皆さん嬉しいな、はい、でそんなあとはですね、岩盤浴、スーパー銭湯にある岩盤浴やサウナに一日ゆっくり入ると疲れ解消になりますね。あやちゃん、ジョーさん、岩盤浴行かれますかと。ジョーさん絶対岩盤浴とか無理じゃないですか。知らない、はい、無理とかじゃなくて知らないと来ましたか。もう行ったことないし、アメリカとか少ないんですかね。岩盤にへばりつくの。まあまあ、うん、まあ寝転ぶんですよ。寝転ぶ、うん、岩盤が熱いの。じわーっとこう、じわーっと部屋の中も暖かくて、あ、もう本当に体の芯から温まる感じですね。サウナみたいなもんですね。まあまあまあ、まあ、そんな感じですね、はい、はい、いいですよすごく本当に。ラジオネームこの方はトワイライトムーンさん、疲れの解消法ですが、月並みですが一番の解消法は何といっても睡眠に勝るものはないと思い実践していますと。そうですね、はい、でもまあ、ね、ありがたいことに私とジョーさんどこでも寝れるタイプなのでね、いろんな長旅であろうが、う、ね、どっか、ね、遠くに行くであろうが、あの飛行機乗り遅れた場合があるし、ね、待ち合わせであの寝ててね、飛んでしまったり、それはちょっと気をつけた方がいいですね。あ、やばかったわあれは、はい、そんな感じでたくさん皆様からあなたの疲れ解消法来ておりますけれども、今日はスタジオライブをね、あ、やりましょう、やりましょう。今日ね、ジョーさん、あの、見学の方がたくさんいらっしゃってるんですよ ね、はい、同志社の中学生の皆様が、う、ね、もう十数名、ね、はい、いらっしゃって、このスタジオの中にもいらっしゃるので、ある意味、はい、スタジオライブ、スタジオライブ、生ライブ、はい、っていう感じで、オーディエンスも出るというね、はいはい、初めてのバージョンで、ほんまやね、ね、はい、ではでは今週はですね、また会える、あ、なんかあのリクエストもありましたね、なんか、はい、ね、はい、いろいろちょっといただいておりましたので、はい、この曲をお送りしたいと思います。それではちょっと準備するのでお待ちください。内田彩、ジーカントリー、ファックス 075-431-2300、 メッセージリクエスト待ってます。内田彩、ジーカントリー。はい、お待たせいたしました。それではスタジオ生ライブ見学者の方もいらっしゃいますけれども、前で歌いたいと思います。聴いてください、内田彩でまた会える。You
どうもありがとうございます。いやなんかスタジオで本当に人がいるってことが皆さんね、もう一回なんか拍手でこの存在をありがとうございました。 いらっしゃるんですよ本当にラジオで拍手されて初めてだね、はい、いつもねこう孤独な感じでやっぱスタジオのライブはね、ほんまに誰か聞いてるのかな、お前ながら言ってるけどね、はい、でもこうやってメッセージも来たりもしますけれども、こうやってまたね、はい、目の前にいてくださるのも少なくとも1人10人ぐらいは聞いてくださるけどねということで、スタジオ生ライブは内田彩また会えるという曲をねお送りさせていただきました。さあさあ改めまして KBS 京都ラジオから生放送でお送りしております内田彩 J カントリー、今週のメッセージテーマはあなたの疲れ解消法ということで、はい、はい、たくさん来てます。私もでもね、あのライブがある意味疲れ解消法でもありますね。あ、逆に疲れないの？疲れないです。まあその体の身体的なね、うん、もちろん疲れ、体力的な疲れあるかもしれないですけども、あ、わーっと出るしね。なんかね、もう、はい、心がこう元気になるというかね、はい、うん、ありますね。ラジオネームなみっぺ大好きさん、疲れ解消法は布団の上で大の字で寝ることですね。すっきりしますね、うん。結構寝方ありますよね。横向く人、上向く人、うつ伏せで寝る人。私はね、はい、仰向けですね。どっちかというと最初は、まああとは知りませんけど、どうなってるのか。人間自然な寝方はうつ伏せらしいですね。そうなんですか。ええ、ジョーさんうつ伏せですか。が横かね。赤ちゃんは大概見てたらね、アメリカはもう絶対うつ、あの仰向けにしないですね、子供に。あ、そうなんですか。あのアダムはこう、私ね、あの仰向けで寝てたタイプだから絶壁。絶壁。だからアメリカ人はこう丸でしょ、頭。こう、ああ、そうなんですかね。はい、ラジオネームポッキーさん、あ、この方も名古屋のライブお疲れ様でしたと京都から来てくださってありがとうございます。
私の疲れの解消法はあやぴーの CD とライブを聞くことですと、はい、もうあやぴーって呼んでくれてはりますよ。あやぴーさんなんでピーつくの？わかんないです。あやさん、あやぴーさん、うっちーさんと呼んだ。今週も来てね。もっと楽しいよ、ね、またお待ちしております、はい。ラジオネーム NMT1263、 この方もあやさんの歌を聴きながらマッサージチェア最高です。余談ですが今月がめちゃでかく見えますよと。あ、そうなんですか。ここから全然見えない。見えないね、はいはい、見える方はどうぞ、はいはい、まずは見放つからね。でも今日夜なんか天気悪いんですよね、はい、雨が降るとか降らないとか。マッサージチェアって制度欲しいけど高いでしょ。あれ売ってんの？いいやつはね、はい、空港に置いてあるんですよ時々。ありますね。なんか温泉とかもありますね。100円200円とかできるような。あっという間ですね、あれ200円がね。ね、家にあったらいいなって思うんですけど、なかなかね大きいしね、うん。マッサージ大好きですわ。ラジオネーム、この方は琵琶湖の不老長寿さん。この方はあやちんって呼んでありますわ。あやちん長さん、名古屋でのライブお疲れ様でした。ピーとちおちん、はい、ハロウィンライブ行きますよと楽しみにしていますだ、はい、嬉しいですね。疲れの解消は特にないのですが、毎日あのクロレラを飲んでいますと。疲れが激しい時はロイヤルゼリーを 3,4 錠飲みます、はい、これでバッチリです。ブラックウォーターもいいですよ。あ、そうですね、はい、それとまあ僕はブラックウォーターとユンケルおすすめ。、はい、みんなそれぞれ、はい、私毎日ビタミン C とかサプリメントも飲みますね。はい、うん、いろいろ。あと私ね、毎朝朝この野菜とフルーツをこう混ぜたミックスジュースを飲んでます。僕は、ね、野菜スープご存知のように。あ、そうそう、ジョーさん毎朝スープ、野菜スープね、ー大豆とトマトとかぼちゃとあのニンニクと黒豆と、うん、なんかそんなに入れて ね、はい、そういうのもねありますね。それでご飯食べるにしたら過ごし合わせましたね。ね、結構キュッとね、はい、うん、皆さんもそれぞれぼやきが聞こえてますけれども、はい、まだまだ皆様この後もエンディングお付き合いくださいませ。内田彩 J カントリー。内田彩アルバムあなたの歌町、日本のメロディーとカントリーミュージックを融合させた新ジャンル J カントリーの歌姫、内田彩。そんな内田彩が6枚目のアルバムあなたの歌町をリリース。アメリカブランソンのミュージシャンたちと作り上げたハートフルなサウンドがあなたの心に響き渡る。内田彩6枚目のアルバムあなたの板町、詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトにて。内田彩 J Country KBS 京都からお送りしています。いかがでしたか、内田彩 J カントリー。さあ今週もライブが待っております。そして来週もありますよ。お知らせしていきますね。今週の土曜日10月31日土曜日、内田彩ハロウィンランチライブが京都で決まっております。時間は11時30分オープン、12時スタート。場所はシルバーウィングスさんというライブハウスで、あの東王子通りの新橋上がる西側、祇園花月がありますよね、八坂神社のね近く、はいはい、祇園花月のとこがちょっと北行ったところに、市場からちょっと北行ったところ、ね、そうですね、北行ったところの東王子のところですね、はい、シルバーウィングさんで、まあ、15で花月行かないように、はい、そうですね、まあそっちはそっち面白いかもしれませんいやこっちのおもろい、北は31日こっち来てほしいな、こっちのおもろいという自信がある、はい、11時30分オープン、12時スタート祇園もね、はい、いろいろありますけど、当日受付にて1500円となっておりますので、ドリンク代が別途600円、あのランチもありますので、食べたい方はもう注文していただくこともできますし、はい、食べんでもいいしね、うん、どっちでも何でも飲むだけでもいいですよ。で、はい、でこの日はねハロウィンということで、はい、まあ、いろんな企画が、そうなんですよ。アイテムなんか変な格好するらしいね。変な格好でどういうことですか。いやいや、ハロウィンやからお嬢さんも変な格好するんですよ。僕も変な格好する気なかったけどなんか誰かがこうできてね、まあまあそれはね、これを切ろうと言われまして、あとね面白い企画が、もうそれちょっと当日まで内緒なんですけども、すごい今までやったことのない企画がありますので、はい、これ、まあ、昨日はそうやと、そうです、来た方だけの、ハロウィンって大体何を、あの大体アメリカの祭りなんで、いつの間にか日本にも浸透してきたね。もう今はね、もう皆さんなんかね、はい、普通に意味分かってんの、皆さん、あんまり大半の方分かってないと思いますよ。はい、だけどとりあえずするというね、はい、ということで10月31日土曜日ハロウィンランチライブお待ちしております。そして11月7日土曜日、その次の週ですね、7日土曜日は
大阪でワンマンライブが決定しております。4時20分オープン、5時スタート、こちら夕方なんですけれども、場所はミセスドルフィンさん、西区西本町にあります。本町の駅からね、24番出口徒歩、はい、北へ1分にありますので、こちらも当日受付にて1500円、ドリンク代別途800円となっております。ぜひ皆様毎週会いに来ていただけたらね。毎週来る人も言いますもんね。やりますね、もう全部、はい、でもいろんな曲がありますので、いろんな曲を、あれですね、新曲、未発表新曲も、それはこちらも、はいはい、やらせていただきますので、はい、ぜひ皆様楽しみにしていてください、はい。さあ、そして内田の CD 欲しいよと言ってくださる方は、大垣書店イオンモール京都店の CD コーナーに内田のアルバム7枚置いてありますよ。そして Amazon や iTunes でも、ご購入いただけます。内田彩彩ひらがなで検索してみてください。もちろんライブ会場でも、ね、もちろんそうです。はい、あ、漏れなくラッキーペニキホルダーも、ね、はい、ライブ会場でもらえますの で、はい、でぜひ皆様ゲットしてください、はい。さあ、そしてですね、内田彩のオフィシャルブログ、青い空ブログ、こちらの方にあのライブの様子だとか、情報すべて載っておりますので、この前のね、日曜日のライブの情報も、情報というか、はいはい、写真もたっぷりね、はい、載ってますので、ブログと、フェイスブックもね、はい、フェイスブックの方もよろしくお願いいたします。さあ、来週のジョーさん、メッセージテーマなんですけれども、はい、何、我が家のルール、ルール、我が家のルール、はいはい、来週あの文化の日、はい、我が家のルールね、そうです、はい、ということで祝日の日なんですけど、はいはい、我が家のルール、はい、メールアドレスは、はい、aya@kbs.kyoto 全部小文字で、はい、aya@kbs.kyoto、 ファックスは 075-431-2300、はい、また KBS 京都のホームページにリンクされている番組ホームページのお便り送信フォームからもメッセージ送っていただけます。メッセージ送ってくださった方の中から毎週抽選で3名様にラッキーペニーキーホルダー、ラッキーになりますよ。そうです、しかも来週からまたバージョン変わりますので、はい、ぜひ難しいね、テーマが、我が家のルール、結構あると思いますよ、それぞれお家のルールって。あ、うん、まあ、難しいテーマですけども、まあね、あのお風呂はお父さんから入るとかね、そんなないでしょ今頃そんなのお母さんから入るかもしれませんねいろいろあると思いますけど、我が家のルール皆様お待ちしております。そしてこの後はですね、あのタキトルのお疲れさんにゲスト出演させていただきますので、はい、そこであのオルゴール、あ、そうですね、こちらもリクエストが多かったので、オルゴールをあの、うん、アコースティックでやりますので、あとちょっとプレゼントも考えてますのでね、はい、ぜひ皆様引き続き聞いてください、はい。さあさあ、まだまだ あなたの、ね、疲れ解消法が来てるんですよ。ラジオネームママチャレ親父さん、この方は残業などで夜遅くなった時、家族みんな寝ている中、起きてきてくれる愛犬とじゃれ合うことですと。起きてきてくれたんでちゅか、パパは嬉しいでちゅよと赤ちゃん言葉でじゃれ合ってると疲れも癒されますと。もう今もう犬だけいう感じですねそうです、誰も起きてくれなくてワンちゃんだけが迎えてくれるという、まあ、だんだん人間そうなってくるんですね、はい。ママチャリおじさんはね、この姿は絶対家族や部下には見せられませんって言ってありますから、はいはいはいラジオネームこの方、木の本のやすさんさん、私の解消法は起床を早めにして朝露に触れることにしています。変わった人やね、なんとも素敵な、風邪いかへん、なんとも素敵いや、それでこう元気になってはるんですよ、この方は。朝露いいのかな、いいんじゃないですか、やっぱこうなんか静かな朝のね、はい、空気っていうのはね、逆に元気になりますからね、はい。この方ラジオネーム天野純さん、この方も厚めのお風呂に入りよく眠ることですと、うん、そしてあやさんの CD 聞くことです、あやさんの CD 聞くことですと、本当にもういっぱいあったね、ありがとうございます、はい。うん、いっぱいある、他にもラジオネームマリッペさん、おかっちさん、森山塾さん、この65歳町中スキップさん、後ろは前田さん桂のトシさん、チョコ姫さん、一寿司職人さん、ヒロさん、この方は大見八幡の由美子さん、ただの親父さんなどなど、本当にありがとうございました。引き続きタキトルのお疲れさん、聞いててくださいね、バイバイ。内田彩 J カントリー、この番組はセブンティーセブンブラックウォーターの南洋ホールディングス株式会社の提供でお送りしました。